きすぎないことですね。祈り的なものが近いのかなって思ってて、なんかものすごく昔にあの絵を描くっていうことってあのその特定の宗教の神様とかがいなかったぐらいのすごい昔だったらあのそうすることで自然と対話するとかそういう気持ちで描いてたと思うんですよ。そんな時代の人のようになんか原始人のような気持ちで描けたらなんか自然と近い感覚になるんじゃないかなと思ってそういう感じで描いてますかね。炭を吸ってる音とか立ち上ってくる炭の香りとかそういうものを感じてでも筆を持った時にはなんかもう何も考えてないみたいな何も考えないって書いた時が多分一番好きなものが書けてるかなっていう感じがします。炭って黒いんですけど黒で描いてるんですけども作ってるのは白い部分でもう美しい城を作るっていうのが思いながら描いてることなんです。なのでこう描きすぎない死ぬまで書いてられればいいですかね。はい。